元凶師匠、なんで戻って。そんなの強法官と弟子が心配だったからに決まって。元凶、あなたが借りたがってる狼は今私たちの上にある演武台で運気軍と戦う。この演武天霊は先囚人たちの目に入ることはないし、一本取ればいいだけの剣刀でもない。これは栄誉なんてない、ただの危険な死闘。美月、ここは軽減将軍の名言を引用しないとね。せっかく来たんだから。雲里、美月さん、二人の宝剣が曇ることなく。あなたの宝剣も曇ることなく勝利を収められるよう祈ってる。うちも二人の、やっぱいいや。とにかくみんなが勝てるように祈ってる。それじゃあ。お仕置きされたいのか。飲め。助かりました。戦闘を継続します。大人数で待ち伏せをすれば勝てるとでも思ったか。それが大きな間違いである。すごい力。氷河くん、前座は貴様らに任せるとしよう。生命はさ、存分に味わえ。何をしたの。よく見せてくれ。もう一人前だもんね。今こそ真の剣術。青龍逆光ミルクティー最高くらえ。テンポが乱れたか。生きるために。お仕置きされたいのか。燃やし尽く。スタンバイ。いつしょ。コラボスタート。今こそ真の剣術を見せ。青龍逆光ミルクティー最高くらえ。メトラン死じない。追いつく。追いつくだって死を待つんだ。10人は相手できるよ。師匠どうぞ。3インポジション起爆。飲め。ありがとう。生命は美酒と同じだ。さあ存分に味わえ。ホタルは全てが燃え尽きるまで生きるために。勝負はまだ来ないのか。赤村の相手にも飽きてきたのだが、このままでは皆殺しにしてしまうぞ。お仕置きされたいのか。
招待。コラボスタート。アドリブで生きるために。ああ、分かった。はあ、今こそ新青龍逆光ミルクティー最高くらえ。燃やし尽く。悪くないだがまだ足りないな。この肉体はそう簡単には滅びん。無駄のようになんじゃ。飽きた。遊びはここまでだ。つまりお前にとって今の僕は何の秘密も持たない。まだ逃げ道があるとでも。しかし選手様も自分確かに教えはしたが、それを活かせる時は来ないだろう。自分の使える将軍が悲惨な未来を迎えるところを、あの女は自分の行く末をよく理解している。いつの日か戦いの中で次第に激しくなっていく。貴様らの信じる神でさえあの女をその結末から救うことはできない。その唯一の救いの道は俺の手の中にある。これではどちらが意志なのか分かりませんね。そろそろ時間だ。行く前に貴様は俺が何をしようとしているのか分かっているのだろう。陰血種、戦の前に血を飲み狂気を刺激する、オリジンの風習ですよね。かなりの時間を費やして俺たちのことを調べたようだな。あなたが医師の小宮先生。僕に何か用ですか。あの時あなたが私を救ってくれたって聞いたの。感謝の言葉ならいりません。医師なら私の月狂いも治せるわよね。治したところで何になると。また戦場に行き今度は死ぬつもりですか。言っておきますが、その体では戦うことはできませんよ。じゃあ、あなたは戦争を治療できる。何をわけのわからないこと。僕は医師です。できることと言ったら、あなたにできるのは私たちを治して戦争の治療に生かせることでしょう。随分と大きな口を聞きますね、お嬢さん。この戦争は何千年も続いている。この先も続くでしょう。戦争の治療、君たちは無駄死にしているだけではありませんか。どんなに懸命に治療してもこの世に存在する病や死は消えないけど、それでも必死に命を救おうとしているあなたたち医師と同じように私たちも戦い続けたいの。もういない人たちの気持ちを代弁することはできない。でも月魚将軍、そして帰ってこられなかった戦士たちだって絶対に無駄死になんかじゃないわ。彼らが戦いに出たのはより多くの人を無事に故郷に返したかったからよ。昇級、これは命令よ。私を直しなさい。
死を待つだけの哀れな獲物に過ぎないですか。好きなだけ僕の血を飲むといい。震え、ただ残念ながら僕は秘密を持たぬものじゃない。小さな秘密を抱えているんですよ。ずいぶん前に服用したジョージさん、毒はすでに僕の全身に回っています。遅かれ早かれ、それはお前の体にも牙を剥く。世界最悪の毒でも、向こうの命を救えるのは良薬と言えるでしょう。全力を尽くして治療する。秘書様、この取るに足らない命で僕は約束を果たしました。どうか妖精に勝利を。さあ存分に味わえ。生きるためにフランチェンジ。暁が昇る。人類が追いつく。燃やしつく。テンポが乱れたか？アドリブで！よく見せてくれ。生きるために。なぜ赤子相手にこの俺が。